はい、どうも皆さんこんにちは。究極アルティメットホモの栗ご飯です。前回のねセカンドグランプリではまさかの、いやまさかでもないんだけど、悲劇の最下位だったわけですが、そのねレースの2日後に行ったのが本動画のサードグランプリとなっております。まあね、さすがにちょっと最下位はあかんかったなと思って、まあ、ちょっとその2日間だけなんだけど、まあ、ちょっと練習と、まあ、どうやったら勝てるかってちょっと研究を一応しました。まあ、とはいえね、結局まだドリフトヘダだったりとか、まだコースのショートカットとかそういうのも全然覚えてないっていうのもあって、まあ、正直毛が生えた程度のしか上達してません。まあそんなね、栗ご飯がこの戯れ組サードグランプリではどうなったのかを一緒に見てみましょう。今回も前回同様後付け実況をしていきます。なんか前回以上にリアルタイムのトークが本当に思わなかったんで、それではどうぞ。はい、というわけで始まりましたファーストレース動物の森ステージ。前回と違ってね、冬景色になっている。そしてタヌキおじさんはリストラされて骨クッパになっています。まあ、あとねカートの方もちょっと加速重視系が強いってことだったんで、加速寄りの構成になってます。なんかね、あとその重量級もあと強いらしいんで、マリオカートは。で今こんな感じのでやってる。で、まあ、早速行ってアイテムは取れてなかったと。で、ここでなんとかまたカーブが下手だけど、頑張っていく。そやつがシンさんがあそこでこける。どこ行ったのあれ。で、ここで珍しくアイテムを取った。いいぞ。そして今のところ4位で、キノコ取って、デデンデのコーラを少し受けつつ突っ込んでいく。そしてここでトラレさんが1位だって。あー、ニコル君のバレナにこけた。悔しい。そして追いつこうとするけど、はい、ここでデデンデのコーラにやられる。もう相変わらず人のそういう妨害アイテムに当たらなきゃお前は気が済まないのかっていうね。あっという間にもう10位ですよ。まあ、あの団子状態だからね。ちょっとでも見せれば、まあこんな順位になるわなっていう。さあ、ここでキノコを奪い取った。相変わらずキノコが好き。本当にお前はキノコが好きだな。で、ここもなんとかドリフトを頑張る。で、またキノコで、なんとか曲がってほしい。曲がったけどちょっとスピード落ちてるぞ。さあ、あとはここに着地してからのスターはいつ使うつけなんだ。こいつはいつ使うんだ。全然使う。今使った。いった。さあ、ガンガンいっている。しかし相変わらずスターだと追いつけない。スター切れるの早っ。まだ8位。もうこの辺の順位からね、抜け出すのが本当にマラオカートは大変。本当ずっと砂ザメさんとロケットダインさんが見えているけど、その2人に追いつけず。だからロケットダインさんに追いつけそうだけど、キノコ持ってんだよな。あ、そして俺もキノコ取った。いいねってか、もうキノコしかいつも取ってないんだけど。で、ちょっとずつ順位を上げていく。お、いいぞ。5位まで持ってきた。しかしアイテムは取れない。なんかあんま飛ばなかったな。やっぱ重量級だからあんま飛ばないのか。あー、しかもこれなんかコーラやられそう。やられたー。今誰のコーラだ。許さんぞ、チキ照明。そして、あ、トラネズさんが見えてきた。ムツーさんも見えるぞ。しかし、やっぱそれでも今9位か。ひどいな。全然追いつかない。いやー、本当にこのゲームのこの団子を抜け出すっていうのが本当に大変。で、なんとか、あー、ギリギリロケットダインさんを抜いて6位。ふー、危ない。まあちょうど真ん中ぐらいな感じ。シンさんが1位なんだな。さあ、セカンドレースはマリオサーキットゲームボーイアドバンスのステージ。これはファーストグランプリで同じとこ走ったんで、まあ一応少しは分かっているはずのステージだが、どうなるか。はい、というわけでロケットスタートは4位で、まあ相変わらず後続に行ってしまうと。もう序盤から後続に行くのどうにかしたいね。で、ここでアイテムを珍しく1回目から取っていけているが、はい、キノコ。とりあえず、どこで使うかと悩んでいるな、これは。ちょっとショートカットをしたいなと思っている。プチショートカット、多分この辺でそう、使ってた。そして曲がりきれない、ダートに行く、意味ない。意味ねえ、本当に。バカなのか、こいつは。さあ、それで今、デデンネが、あ、デデンネが今な、さらにこれにやれてないか。デデンネ。で、今、さらに加速していくと。でも8位は変わらず。なんかムツーさんとロケットダインさんが見えてるけど、またここ団子状態。ここをね、うまくね、切り抜けられるかがほんと大事なんだけど、さあ、アイテムまた目指して取っていく。次は、おっ、スターだ。さあ、いい加減スターを生かせる。あ、今、赤コーラが見えて使った。さあ、ぶつけられるか。ムツーさんをやり損ねる。そしてロケットダインさんに食らいつこうとする。あと今3位じゃねえか。前はなんかここ得意だなと思ったら、ダートに行って落ちていくと。ちょっとそのダートに行くのやん。爆発にやられたよ。ああ、もうグダ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 。
グダグダしている。あ、トラネさん出てきた。おっ、トゲゾウコラか。いやー、今ね、アイテムを使って多分トラネさんをやろうとしたんだけど、吹っ飛ばされちゃいましたね、サンダーで。さあ、でもなんとか追いつきたい。せめて真ん中には行きたい。さあ、ここで赤コーラを3つ取った。なんとかこれで前2人を倒したい。はい、まずサトシをやった。次はムツさんか。オーラーって投げた。誰に当たった？ロケット大佐に当たった。ごめんね。さあ、ここで、うわ、ぶんねー。キラ飛んできた。あら、出てんでだな。そして、ウォーツターでなんとかここを突っ切っていきたい。あー、赤コーラもったいないけど、なんとか5位、5位。そのままいけ、そのままいけ、いけいけいけ。うお、おお、あー、あー、ぶねー。なんとか5位に食い込んだ。いや、いい感じ、いい感じ。逃げ切った。っていうか、NPC のメタルマリオが3位じゃねえかよ。強すぎだろ。さあ、サードレースは、ドンキーコングジャングル。3DS のステージ。ドンキーコングジャングルか。64の頃だったら結構難しい場所のイメージ。はい、というわけでロケットスタート。今のは下手なロケットスタートだな。一応できてたけど、ちょびっとだけのやつ。そして、あは、なんか珍しくアイテム取れた。4つしかなかったのに。さあ、左の道を俺は選ぶぜ。相変わらずキノコを初回に出していく。今ちょっとジャンプ失敗してるな。そして変なのがいる、変なのがいる、変なのもなんとかかわしてキノコを使うけど壁に当たりまくってあまり意味がない。お、ここもアイテム取ってる。珍しい。頑張ってるな俺、頑張ってるな。ちょっとだけ練習の成果出てるか。そして相変わらずのキノコを使ってなんとか上位に追いつこうと走る。そしてここもいいぞ。そしてなんか BGM めっちゃおしゃれだな。で、突っ込んでいくが、あー、なんだ、移動、あ、移動、移動、今ね、しょこげたかと思った。そしたら飛んでいく。今度5位、真ん中。しかし前のロケットダインさんもまたキノコいっぱい持っている。そしてなんかゴンゴン壁にぶつかってるぞ、スター使ってるのに。危ねっ！今、スター使ってなかったらパックに食われてたな。食うのは得意だけど、食われるのは得意じゃない。さあ、次のアイテムは、あ、キノコだ。なんか今回アイテム取ってんな。偉いな。偉いぞ、俺。頑張ってるぞ、俺。で、ここはドリフトをやってるけど、なんかそんなにうまくいってない。で、またアイテムを取る。そして、ダートに行くけど、スターでごまかす。スターでごまかしてるぞ。そう、スターがあれば、ダートなんて怖くないっぴ、多分。で、ここは、でも、それでも6位か。それでも6位か。で、サトシだ。サトシがいる。タカシの代わりに、今回はサトシがいます。一緒の人なのかな。で、後ろからキラー来てるけど、なんとか逃げ切る。そして、威嚇祭。威嚇祭の発射。みんなに感謝します。で、ここで5位に、4位になった。しかしまだ次、サードラップが待ってる。ここを維持したい。ここをなんとか維持したい。よし、後ろからスター来てる。怖え。ひー、ロケットダインさんだ。ロケットダインさんに惹かれたトラウマが。そして、なんとかこのお得意のキノコで、なんとか頑張ってきて。あー、待って、パックン出してる。パックン出してて、今ちょっと、抑えてる、俺。でも、アイテムがそれで取れてないのは良くないね。あそこのショートカットとこ行きたかったな。そしてなんか勝手にこけてったんで、なんとかそのまま頑張る。4位だぞ、4位だぞ。ここはなんとか握りたい。ここはなんとか握りたいご飯。うおー、ロケット第3、それでも来る。エビジにするぞ、こらー。あー、俺も感謝され。あー、ここに来て、バナナに滑った。これはきつい。あー、待って、ゴーブネー、トゲゾウ。そしてニコル君を撃墜してたな、さりげに、赤コーラで。あー、だけど、あー、ここで、キノコ&スター、うえひどい。あー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 、最後の最後で。こんなボコボコになっちゃって、これがマリオカートではマリオカートだが、いやーもう、いやー、バナナ焦げてからが転落人生だったな。さあ、ファイナルレースはエレクトロドーム。なんかすごいオシャンティーなパリピな感じのステージ。さあ、今ちょうど順位は真ん中ぐらい。なんとかここ維持したいが、どうなるか。はい、ロケットスタート。お、今回のロケットスタートはいいぞ。ちゃんとやれるぞ。おかげで5位ぐらいになってんぞ。さあ、それでアイテムもちゃんと取る。いいね、ほんといいね。アイテム取ってんね。さあ、青コーラだ。これをどう使うか。とりあえずガードに使いたいかな。だけどちょっとミスったことで一気に抜かされました。いや、みんなうめえな。そう考えると、ほんのちょっとミスでね、すぐ順位が下がっていっちゃうから。で、なんとか今のアイテムを取れない。今のアイテム取れるのかい。うおー、で目の前で爆発でシンさんが巻き込まれてる。前にはトラネズさんだ。トラネズさんをやるのか、やるのか。あ、爆弾持ってるぞ、トラネズさんが。爆発すんぞ。ちなみに俺はトラネズさんに爆発するやつだと思われている。あながち間違ってはいない。火薬ご飯だし。さあ、ここで、落ちたー。やっぱデブだからか、骨だからか、デブだからか。もうポイッと捨ててスターを使っていくと。
さあこのスターでどこまで行けるか。でも11位あれ誰が最下位なんだ。あ今なんか引いてったあれは誰だ誰だ誰だ。さあこのスターでどこまで行けるか。でも11位あれ誰が最下位なんだ。あれはトラレンズトラレンズさんトラレンズさん。今誰か引いてったな。今はあれは誰だ、ニコル君か。ヒューと思ったらトラネさんだった。そうだトラネさん今回こんな格好だったなんかしずえさんのイメージがあったから。でまたでも結局抜かされるが、なんとかウルトラキノコで追いつきたいところ。まだでもそれでも9位、なんかちょっと伸びてんな伸びてんな。さあここでまたアイテム取る、なんかいいの来てくれませんでしょうか。はいキノコです、3点のキノコです。どうせキノコだと思ってましたよ僕は。そしてなんかこけてったトラネさんを置いて、なんとかそのまま上に行くが、それでもまだ8位。そしてはい曲がるのが下手くそ。あーまた抜かされた、追い抜き追い越せ。トラネさんといい勝負をしている。そしたらキラーで誰か飛んでった。俺11位になってる。ドラえもん、僕ドラえもん。今回の新しいエキストラドラえもんだ。さあ青コーラ投げたが、もう危ねえ。またもうトゲゾウがさっきからもう間一発でかわされるんだけど、かわされるからの横切るんだけど。さあ次アイテムはどうせキノコか。おーキラーだ、いけこれで追いつけ、いくんだ。うおー、そして吹っ飛ばせ。トラネさんはサーダーから吹っ飛ばせない、残念。でもロケットダイさんを吹っ飛ばしていく。ふぅー、そしてアイテム取っていく。なんかいいのかわい、もう一回ぐらいキラー怖いと思ったらここでキノコだ。いいぞー、なんとか今7位になってる、悪くない。そしてコインはマックスだ。いいぞーいいぞー、つけ、突っ込め突っ込め突っ込むんだ突っ込むんだ。ここでゴール、よし次は落ちない。そしてスターも出てる、いけー。おーいいぞ、なんかいいとこ、いいコース取りとしてる。ここでなんとか6位、真ん中だ。ふぅという感じで、なんとか真ん中に食い込んだ感じ。わあ、いいっすね、順位は。そして砂ザメさんが1位だ。おお、また5位に返り咲きましたと。なんか3位以下が同じようなスコアでいい勝負だったんだな。そして今回砂ザメさんが1位で、あの王者、ネネシさんが3位なんだ。で、シンさんが2位だ。すげえ。てわけで、サードグランプリは再び5位となりました。まあ、結果としてはね、ファーストグランプリと変わらんやんけって感じなんですが、まあ個人的にはセカンドグランプリでのね、良くなかったところは多少払拭できたのかなと思ったり思わなかったり。いやまあまだまだ下手くそちゃんなんですけどね。まあ、気になったこととしては、まあ、3位以下の人たちがスコア見ると割といい勝負だったなと思ったんだけど、何が恐ろしいって NPC が6位ってことよ。前回はNPC 以下でちょっと落ち込んでたんだけど、なんかこれ見るとこのゲームの NPC 強すぎじゃねって思うんだけど。とまあね、そんな感じのサードグランプリでした。次のフォースグランプリはこのサードグランプリのすぐ後に行ったレースなんで、まあ、正直腕前は変わってないです。こちらも近日投稿予定なので、よければご視聴ください。他のね、参加者の方々もタワグムレ組で投稿してると思うので、ぜひ見てください。それではここまでご視聴してくださった方々ありがとうございました。また他の動画や生放送でお会いしましょう。またねー。